ステージに行きたいと思います。永井秀彦さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、どうもでございます。もうね、皆さん乗ってますかい？もうこの辺はちょっとなんか人はいないですけれどもね、後ろの方もいっぱいでイエイということでございましてね、芸能人は羽賀健二イエイ、ね、まあということでございますよ。私言ったらもう皆さんも芸能人は羽賀健二って言ってくださいよね。希代の悪党羽賀健二イエイ、ね、ということでございましてね、ウキウキウォッチン羽賀健二イエイということでございますよ、ね。もうあのね、山田社長も今日はもういい顔していらっしゃいますよ、本当にね。一旦 CM 入ります。羽賀健二イエイということでございます。髪切った羽賀健二イエイということで盛り上がってますね、本当にもうね。ジャニーズ辞めても薬は辞めないイエイということで、もうね、盛り上がっておりますよね。はい、ジャニーさんは男を辞めないイエイということでございますけどもね、はい、もうメリーさんはちょっと面倒くさいイエイということでございましてね、ジャニーさんは子供が大好きイエイイエイということでございますけどもね、はい、もう乗ってる方がいらっしゃいますので、もうこの勢いのまま行っちゃいましょうかね。ジャニーさんは子供と大好きイエイイエイということでございますけども、はい、もうね、非常にノリがいいお客さんというところでね、もう私もコール&レスポンスがね、黒柳さんマッチです、イエイということでございまして、はいね、はい、今日はもうこのコール&レスポンスでいきましょうね。焦ってゴムをつけたら逆、間違いない間違いないということでございましてね、行った時の彼女の顔が彼女のお父さんの顔に似てると萎える、間違いないということでね、間違いない、うつ伏せのままでいいんだブスの場合は、間違いないというふうに出ましたね。はいね、隠れ巨乳かなと思ったら単なる隠れ肥満、間違いないということでございますね。キャバクラの店長は手元に200万以上あると持ち逃げする、間違いないということでございまして、大体持ち逃げするんですよね。はいね、なんかこの人ちょっとしつこいな、アムウェイかなと思ったら創価学会、間違いないね、もう絶対そうですよ。はいね、もしくはニュースキン、間違いない、皆さん乗ってますね。はい、今日はもう皆さんの乗りにもうぐい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 来ていらっしゃいますので、はい、もうね、男同士より女同士の方がしつこくて絡みが長い、間違いない、まあレズの方がねしつこいですからね。はい、というわけでございますね。大体のマジシャンはシャブ中、間違いない、もうこれはもう間違いないです、出ましたね、本日強一の間違いないがね出ましたけれどもね。はい、ね、僕業界関係者なんですよねって言ってる人は大体は詐欺師、間違いないですよ、これはまあねよくある話でございましてね。国会議員になるんですって言ってる人は、国会議員になるまでね、辛抱だけどもそれから儲けてやろうと思っている、間違いないってやつでございますけどね。はいね、サラサラヘアの女に限って下はもじゃもじゃ、間違いないですよ、今日はもう乗ってらっしゃるね。はい、というわけでございましてね、沖縄の基地いろいろ言ってますけれども、結構補助金で潤ってる人がいるので、その人は反対しない、間違いないということでございますけれどもね、いろいろございます。さあというわけでございまして、今日は山中所長なんかもうさ、だらだらおしゃべりさせていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、一世を風靡した方です。ですね、フィリピンで調べていただければ出てきますので、はいね、永井秀和フィリピンお願いいたします。間違いない、一発芸、まあどちらでもいいですけども、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、
あのね、一発屋じゃなくてフィリピンの一発がね、しくじった芸人でございます。間違いないということでございまして、ありがとうございました。今日はすいません、また来年やりましょう、来年やりましょう、やりましょう、ありがとう、いいとも、間違いないということでありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも中谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。